こんにちは。賢者からの3つの教え解説の時間です。本日は452ページから解説していきます。これを実現させるためには何をすべきなのか。これが永遠のヒーローズジャーニーを継続させるために重要な考え方になります。私が考えるには永遠の成長のプロセスこそヒーローズジャーニーの本質であると思います。永遠の成長プロセスはダニエル・キム教授の成功循環モデルから関係の変化を除いたもので、以下の図のように思考の変化、行動の変化、結果の変化、思考の変化というようなという循環になっていると考えています。この循環を通じてスパイラル状に成長していくことが望まれます。この循環モデルはさらに受動的人間と主体的人間とでは循環するためのメソッドが異なります。受動的人間は自分自身でこの循環を回転させることが難しく、継続的に外部からの刺激が必要になります。組織で考えるときは、受動的人間は主に社員、主体的人間は主に経営者を想定します。もちろん、社員でも主体的人間がいますが、組織全体を考える場合は、組織のマジョリティを受動的と考えて運営する方が保守的であり、よりリスクマネジメントの考え方からも望ましいと言えます。つまり、社員のペルソナを受動的な人間と設定しておくことです。逆に経営者が受動的な場合は組織の致命的欠陥で経営者の交代以外対策はありません。受動的な人間が誤って経営者になれば遅かれ早かれ会社は倒産します。ここまでの解説を久野会長お願いいたします。はい、こんにちは、久野です。なんか何かこう変化させるね、パターン、うん、考え方が変化すると行動が変わり、で行動が変わると結果が変わる、結果が変われば人生が変わるとかね、まあまあそんなこと言ってるのもいいね。結果が変わるとね、またその考え方が、あ、これで良かったんだとかさ、その自分のビリーフがさ、強固なものになり、信念になりね、で自分のこの理念に昇華していくわけ。だ、結果が出てくると、あ、これで良かったとかさ、もっといろいろこう考えるのがいいとかなるわけ。でもだから、まあまずはね、思考を変え、行動を変え、結果を変えていくって、このプロセスの中に会社を置かなきゃいけないと思って、一つはね、これが永遠の成長プロセス、一つは。でもう一個はね、人間は主体的な人間と受動的な人間に分かれてね、大半はね受動的な、もう子供の頃からレールが引かれた人生を歩みね、だからこれいい大学入った人間でも結局そのレールを引かれてる状態ではパワー発揮するやつっているのよ、決められた問題を解くの。でも社会に出るとね、問題を解くんじゃなくて問題を作る側なの。課題化させて、そしてその問題をみんなで解決するんだから、もう出された問題を解くじゃないのよ、何を問題として自分が作り出すのかが重要でね、問題をずっと解いてきた人っていうのは受動的な人間になってっちゃう、問題を作り出す、つまり課題を作り出すっていうのはさ、発見しね、これ主体的で、主体的な人間がトップやってないと低迷するね、企業は。だからトップっていうのはまず絶対自分が主体的かどうかを問いかけなきゃだめ。受動的だったらね、トップに立つね、まあ重要なね要素が欠けてるって思っちゃった方がいい、だけどポイントはね、もしトップが非常に主体的であれば、その主体性っていうのをね、社員に求めるわけ。でも社員の9割はね、受動的なのよ。だから主体的で動ける人間っていうのは、自分が主体的で動けるから、なんでお前さ言われなきゃ動かねえんだって思っちゃう。でも人間の大半はね、受動的なの。ということは、トップが主体的であってもトップと同じ思考で動ける人間をってやってちゃうと対立しちゃう。対立ってうまくいかないよ、ここが、上はうまくいってないけど社員がうまくいかない、育たないになっちゃう、ってことは育てる仕組みはね、社員はもうそもそも受動的なものなんだからを前提に仕組み作りを作っていくってね、一歩引かなきゃいけないの、社長は。ここでこれがね、できない中小企業のね社長はすっごくいる。自分ができるんだからお前もできるんだろうってなっちゃうわけ、私もずっとそのタイプでね、ずっと失敗してたけど最近ようやく気がついた。社員はね、
できない。だからできない前提での仕組みを作る、ここがねポイント。どん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 社長が忙しくなり、社長の時間が限界に来た時に、まあ売り上げが成長がストップしてしまう。自分の今までやってたトップセールスの仕事を部下に任せて、自分のやってることを標準化させて仕組み化し、人に下に下ろしていくって仕事が必要なんですね。中小企業だから忙しい、忙しくしているから中小企業のままになってるんですね。今年の成果ではなく未来の成長にこだわる。どっちに経営者はこだわる？成長にこだわれば短期的な痛みっていうのは受け入れられるんです。